青森県弘前市。悠然と佇む岩木山のふもとに、青森を満喫するための新たな拠点が誕生しました。すがすがしい緑に包まれたホテルオタービオ。今年4月にオープンした1日1組限定のホテルです。高い天井、大きな窓、開放感あるリビングルームは、柔らかな木の香りとぬくもりを感じる心地よい空間です。光差し込む書斎や3部屋のベッドルームにはこだわりの家具が揃い、雑貨や食器、アメニティもほとんどすべてがメイドイン青森。青森の自然と文化が詰まった特別な場所です。オーナーは弘前市出身、三上美優さん28歳。スイスなど3カ国のホテルで修行を積んできました。青森に宿を作りたいっていう目標ができて、アメニティで使いたいものだったりとか、宿で紹介したいものを作ってる方たちに取材をさせていただいてました。オタービオはこう青森とお客様をこうつなげるような拠点地にしたいと思っていて、地元民が知ってても観光地となってないような場所を私が紹介できるようなサービスをやっていきたいなと思ってます。青森の魅力を知り尽くした三上さんが、観光アクティビティや食事などおすすめのプランをアテンドします。例えば食事、出張シェフや庭でのバーベキューといったさまざまなプランが用意される中、ランチでしたら桜林茶寮がおすすめです。ホテルオタービオから車で3分の場所にあるカフェ桜林茶寮。落ち着いた雰囲気のこじんまりとした店内、大きな窓からは四季折々の景色を楽しめます。2週間ごとにメニューが変わる桜庭さんちのお昼ご飯は、岩木山で採れた山菜や県産野菜を中心としたヘルシーなランチ。品数豊富で満足感抜群です。食後にはボリューミーな焼きプリンのパフェを。大きな自家製焼きプリンは固めに仕上げています。季節のフルーツも楽しめる欲張りなデザートです。岩木山の伏流水を使ったコーヒーと一緒に贅沢なひとときを。岩木山の恵み、まだまだ堪能しましょう。温泉は向かいのハッピー百沢温泉をおすすめしてます。古くから地元の人々や観光客に愛される名湯百沢温泉。施設の老朽化や人手不足が原因で休業していました。去年12月、お笑い芸人の阿部浩二さんが買取を発表。改修作業を進め、今年4月、ハッピー百沢温泉としてリニューアルオープンさせました。みんなの記憶だったりに残るような、そんなハッピーな場所にしたいなと思います。勢いよくたっぷりと注がれるのは、鉄分豊富な厚めのお湯、熱の湯としても有名です。鉄ショッパ鉄ショッパで熱い、ただ優しいんですよね。腰が痛いけどなんか和らぐとかね、
なんかそのやっぱり優しさ成分というのが多分相当含まれてるんだと思います。いわきのやっぱりエネルギーがすごくこう体に受ける、もうすごく染み込むというか、体の芯から温まり湯冷めしにくいと評判。源泉かけ流しで贅沢に楽しめます。地元の人もだから好きで待ってたんだよっていう声が本当に多いので、お湯に入ってありがとうって言える素直に、そんなお湯ですかね。天井には青森県出身のアーティストごまさんの作品が飾られています。いわき山にね、太陽がブワーッと、いわきも含めだけどなんか弘前の素敵が詰まってんじゃないかなみたいなのをごまさん書いてくださった。もっと多くの人にまた来たいなと思っていただきたいのって、こっちとしてはね、もう本当に笑顔で、もういらっしゃいませって言って、また待ってますっていうね、お帰りなさいって言えるようなそんな温泉にしたいと思いますので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたら嬉しいと思います。青森を最大限に楽しむ拠点、世界中の人々をいわき山のふもとでお迎えします。いわき山の自然が近いこの場所でこうゆっくりこうリラックスしていただきたいなと、青森のこの魅力をこう世界に発信できるような場所にしていきたいなと思ってます。まずはぜひ知っていただきたいので、ぜひ泊まりに来てください。